しレスでございました。子供たちとハンドベルで楽しくカエルの歌やキラキラ星を歌いながら弾くのもとっても楽しいです。今日もとっても上手に弾いてくれました。子供たちの能力を見つけて無理をしない程度に楽しく歌いながら弾くことが一番です。内緒話。楽しく手遊びを楽しんだり、子どもたちとハイタッチを楽しむ。子どもたちの集中力は年齢プラス1歳1分程度と言われております。楽しく遊ぶ感覚で子どもたちの能力も見つけて、ピアノ演奏の基本から表現力まで少しずつ身につけるピアノ教室です。基本をゆっくり身につけましょうね。指替え、指番号、指かぶせもゆっくり練習すれば、簡単な曲は自分の手を見ないで後ろ向きで弾けるようになります。自分の手を見ないで感覚で弾ける、これは日頃のいろんな曲を弾くことで可能になります。聞く能力にどんどん絶対音感が身につきます。それではまた、だるまさんが転んだ。最初はじゃんけんぽん、生まれたて1歳、赤ちゃん3歳、シニアの方待って、頼ってきます。それではまた。